はいどうも、えーミズです。えー、今日の動画は、えー、昨日 YouTube ライブで話した、まあヒカルの、まあ、元師匠である井川氏が、まあ角川から本の出版をする。なんだけど、えー、無断でヒカルの写真を表紙に使って、で、ビジネス面でもヒカル・ラファエルの、まあ、プロデューサー名乗って、で、YouTuber をコンサルティングしますよって、 えー、裏で、まあ、営業ですね、かけて、あくどい事業を行っていることについての、えー、続報を、まあ、皆様にお伝えしたいなと思います。で、まあ、具体的な話、問題点は、まあ、昨日の YouTube ライブをアーカイブで残しているので、そちらの方を、まあ、見ていただければ、一通りわかると思うんですけれども、まあ、本日、まあ、私は、まあ、本を出版する予定の、株式会社、角川の方に問い合わせをいたしました。 すると、株式会社角川から、ま、このような回答が届きました。出版予定だった井川拓也氏の、え、目指せ年収1億、動画配信で稼ぐ方法は、諸事情により販売中止が決定しました。今回、水谷ニん様からいただきましたご意見につきましては、担当部署の方にしっかりとお伝えさせていただきます、という旨でした。 昨日の YouTube ライブでも、まあ、少し話をさせてもらったけど、まあ、最近、まあ、その様々な自治体や企業に、YouTube 始めませんかしっかりとあなたのチャンネルをコンサルティングしますよ、みたいな営業が多いのは、まあ、事実で、井川氏自身が、そのヒカル・ラファエルのプロデュース経験を肩書きにして、そういう面で成功しちゃってたんですよね。 で、まあ、YouTube 業界って結構狭いから、そういう情報ってすぐ、まあ、入ってくるものなのね。だからま、そのヒカル・ラファエルが、まあ、イカワシのプロデュースで成功したと、イカワシ自身が触れ回ってることは、まあ、自分とファンのおかげでチャンネル登録者数が伸びた、成功したと考えている二人にとっては、とてもま、不本意なことだし、まあ、僕から見てもそのヒカルやラファエルの怒りは、 ま、すごく、ま、ごもっともだと、ま、思ってます。で、まあ、僕含めてほとんどの YouTuber が思ってることだけど、誰かのプロデュースとか、誰かのおかげでファンが増えたりしたことなんでなくて、むしろそれは、ま、そのファンの人たちが、これまでこう支えてくれたおかげで、チャンネル登録者数が伸びたりとか、まあ、自分が、ま、有名になったっていうふうに考えてるのね。 で、実際 YouTuber をプロデュースするなんて、人気 YouTuber にしかできないことだと思うし、井川氏がやってるコンサルティングって要するに、自分の手下の YouTuber と、ま、あその、プロデュースする YouTuber を、ま、コラボさせます。だから、コンサル料を払えって話なのさ。だからぶっちゃけね、YouTuber からすれば、 わざわざ井川氏にお金払ってコンサルティングしてもらうよりは自分が YouTuber なりたいと思ってる自分が YouTuber 本人に直接お金払うんでコンサルティングしてくださいって言った方がまあその YouTuber のね YouTuber の間のコネクションも豊富にできるしうまくいく可能性が、まあ、高いと思ってんだよねうん <laughs> まあそうやってまあ静寂をだして で、ビジネスに変える手法は、ま、いかわ氏の、まあ、すごい上手いところだなって思ってるけど、まあ、ヒカル・ラファエル禁断の、まあ、プロデューサーなのって、本出したり仕事を引っ張っていくのは、もうそのヒカル・ラファエルが怒ってる現状を見てると、ま、さすがに、ま、禁じ手な行為だと、まあ、僕は思いますよ。 で、ま、昨日の YouTube ライブをね、ま、ラファエルが見てくれて、Twitter で宣伝してくれたことが、ま、すごくありがたくて、で、ま、僕はそのバリュー騒動を含め、ま、ヒカル・ラファエルのことをすごく、ま、これまで批判してきた人間だけど、ま、イカワ氏の傍若無人な振る舞いにか、に関して、で、ま、バッシングすることは、ま、彼らと共闘して徹底的にやっていきたい気持ちあるし、せっかくね、ま、安定してきて、 信用が高まってきた YouTube ビジネスのイメージを下げるような人間に関しては今後もあの厳しくその批判をさせてもらいたいなとえ思いますで YouTube 業界ってまあ真面目にやってる人間もいれば人を騙してその金儲けを企む悪い大人も山ほどいますだからこそまあ視聴者の人たちには気をつけて まあ動画を見て、そして関わってもらいたいし、で、まあそういう大人に騙されないように、えー、してほしいと、えー、思います。まあ、もし、えー、この動画がいいと思ったら、えー、チャンネル登録、そして、えー、高評価、よろしくお願いします。以上、えー、みずにゃんでした。